エドワード・サマセットは、イングランドの貴族、帝神。第三代ウスター伯爵ウィリアム・サマセットの長男で、エリザベス長後期からスチュアート・アサ・期にかけて、帝神として、役職を歴任した。1550年頃に、第三代ウスター伯爵ウィリアム・サマセットと、その妻クリスティアンの間の唯一の男子として生まれた。1589年2月に、父の死により、 第四代ウスター伯爵位を継承した。1590年6月には、スコットランドへの特使を務めた。1591年には、ミドルテンプルで学ぶ。1592年に、オックスフォード大学を卒業して、マスター・オブ・アーツの学位を取得。1593年には、ガーター勲章を受訓した。1598年1月には、副讐目当。 1601年から1616 16年にかけては、シュメを務めた。1601年6月に、数密顧問館に列した。またしばしば軍務博委員会の共同委員を務め、1603年のジェームズ一世退官式の際には、彼が軍務博を務めた。1602年から死去まで、グラモーガン党官とモンマスシャー党官も務めた。ジェームズ一世の調愛を受け、 セバーン川の渡航ろ量の徴収権を与えられた。1612年から1614年までオークラ委員を務めた。主馬党退任後は王子証書に転任し、1625年まで務めた。1628年3月3日に死去。借位は次男ヘンリー・サマセットが継承した。1589年2月21日に死去した父、ウィリアム・サマセットより、 以下の爵位を継承した。1571年にエリザベスと結婚。彼女との間に大勢の子を設けた。主要な子供に以下の者がいる。ありがとうございます。